はい、フィットミーチャンネルへようこそ。トミーです。今日は妊婦さんと腰痛についてお話をさせていただきます。最近私ママさんの勉強をしているんですけど、それでまあ妊娠出産育児っていうことにもちょっと勉強してみようかなって思って本を読んだりして勉強しているんですが、やはり妊婦さんで腰痛を感じることが多いようです。特に妊娠中期あたりが感じるのが多いのかもしれないんですけど、でおそらくまあトレーナー的理由を考えるとですね、妊娠したすぐは結構普通の姿勢なんですよ。でお腹に赤ちゃんが大きくなってくるので、こうなってくるんですよね。腰が反る状態になります。で普通の人はこの腰の反った状態で生活すると容易に腰痛になるっていうのはもう容易に想像ができます。で妊婦さんはこの状態で24時間いますよね。っていうことはもう嫌でも腰痛の発生頻度っていうかなりやすい確率はもう普通の人とは比べ物にならないぐらい腰痛になりやすいと思います。あのトレーナー的観点から言えば。で腰痛になった時にまあ中期ぐらいなんだろうけどいいと言われるのが、ここの筋肉がもう固まっちゃうんですよね、動かなくて。なのでここの筋肉を動かすといいよと言われています。背中を伸ばしたり縮めたり、そうですね、してあげるとここの筋肉の血行が良くなって腰痛が少し楽になるということがあります、あるようです。でこれは肩こりとかと一緒なんですけど、肩こりも肩が上がって筋肉が縮まってというか、まあ固まって、で老廃物とか疲労物質が流れなくなります。流れが悪くなるんですけど、正確にはで、そうするとそういう疲労物質で老廃物が溜まって炎症が起こる。そうすると肩が凝るっていう状態なので、これもこっちが縮まったり、まあ、伸びたりとかで固まって老廃物疲労物質が流れにくくなって炎症が起こって腰痛が起こるっていう形になるので、ここの筋肉を動かしてあげることによって腰痛が楽になるっていうのは大いに可能性の高いことかなと思います。本当にこの妊婦さんのこう写真とかを見るとすごく反ってる。で、女性ホルモンがおそらく妊娠している時は多く出ると思われるので、女性ホルモンというのは基本的に体を柔らかくする作用があると言われているので、まあ、女性ホルモンにもいろいろあるみたいなんですけど、なのでよりこう負担というかお腹にこうより反りやすくなるっていう形なんですよね。関節が緩むから柔らかくなりやすいからですね。なのでよりやはり腰痛にはなりやすい時期なのかなとは思います。ただすごく感じるのは、人間の体は不思議ですし、よくできた生き物だなと感じます。やはりその時の体に合わせた体型姿勢になっていくっていうのはかなりすごいかなって思います。はい、今日はですね、妊婦さんと腰痛、本当にもうなんかトレーナーから見てもこれは腰痛になるな、なっちゃうのかなっていう姿勢になっちゃうので、やっぱりこう知識があるないではちょっと違うと思うので、はい、お話しさせていただきました。はい、以上フィットミーチャンネルでした。バイバイ。今日は妊婦さんと腰痛のお話でした。